こんにちは。ご質問いただきました。質問文は概要欄に載せてますので、そちらをご覧ください。で、今回と次回はその質問文を、今これ動画1回止めて、概要欄、質問文全部読んでもらわないと、話ついてこれない体でお話ししますから、良ければ読んでみてください。で、まずこの質問主さん、何が素晴らしいかって、一発目のコメントで回答に必要な情報のおおよそ全てを書いていただいてるというね。ね、多分想像するに、その過去のコメントの僕と視聴者さんとのやりとりをめちゃめちゃ勉強してくれたか、メニューとそのタイムを見る限りもある程度もう意図をご理解されてるかだと思います。だからまあこのことからね、わざわざ僕がこうやって手こ入れしなくても、おそらくね、普通にサブスリーするんだろうなっていう感想なんですけど。で、返信にも書いたんですけど、結論、コメント欄最後にある卒検練習っていうのを除けば、おそらく考え方としてもメニューとしても、70点を合格ラインだとした場合に、現状すぐに90点にできる80点みたいな印象じゃないですかね。全面的にはとてもいいと思います。じゃあ先に3つある質問文から1個ずつ回答してますね。じゃあ答えやすいものから2つ目の足作り、スピード強化、実践練習の順で考えていますが、スピード練習、足作り、実践練習と、どちらが効果的だと思いますか？木分けのお話ですよね。で、回答は、やっぱりケースバイケースです。それぞれがまず何なのかっていう、実践練習が、言ってみたらレースペース30キロ走とか、ハーフの大会とか、もしくはそれに向けた練習っていうことですよね。これはもちろん、試合直前の3番目に来るで、皆さん異論はないと思うんですけど、じゃあ残りの2つは、今季自分がどっちにウェイトを置いてるかっていう、質が高くなればなるほど量が稼げなくなるわけで、量を稼げば稼ぐほど質が稼げなくなる、シーソーな関係ですよね。だから、圧倒的質が高くて量が稼げない、長く続けることができない実践練習は、本番直前の限られた時期にやるべきですよね。この発想で言うと、実践練習のその手前もそれに近いことをやるべきでして、基本的にはある程度グラデーションになっている前回のつながりに今回があれば順番ってどっちでもよくって、じゃあ結局スピード強化と、足作りどっちが先やねんって、それはわかんないです。何をもってスピード強化っておっしゃってるのか、何をもって足作りとおっしゃってるのかって、多分僕と SB さんと今その動画ご覧いただいている視聴者の皆様で認識がそれぞれバラバラだと思うので、あくまでスピードって相対的なものです。例えば800メートルから1500メートルに向けた練習をスピード強化の練習と位置づけた場合には、実践練習の手前の2番目、例えば30キロのレースペース走の直前に持ってくるべきでは比較的ないですよね。けどじゃあこれを5000メートルから1万メートルに向けた練習をスピード強化の練習と位置づけた場合に、これを2番目に持ってくるのは僕は全然ありだと思います。具体的なメニューで言うと、設定1500のレースペースで300のレペ5本。これを2番目に持ってくるべきではないですけど、5000メートルから1万メートルの設定で400のインターバル12本から15本、レスト200とかを2番目に持ってくるのは全然ありだと思います。1週間のうち他のメニューと組み合わせることで、これは全然 OK という。もし今メニューがさっぱりわかりませんっていう人であれば、むしろ推奨ですかね。800から1500に向けた練習が全く繋がってないわけじゃないですけど、でも紫からいきなり赤行くみたいな。せめてね、間に黄色挟む期間があった方が、綺麗に仕上げが間に合うと思います。だから別に全然不正解じゃないですよ。全然ありだとは思いますけど、ただ発想が褒め言葉として、結構上級者さんチックですね、みたいな。結構思い切りましたね、みたいな印象ですよね。はい。何をもってスピード強化の練習にするか問題ですね。じゃあ今度は何をもって足作りなのか問題が浮上してくるわけですよ。さっきの設定1500のレースペース300メートルレペ5本が、足作りになってないのかって言ったら、全然そんなことはないですという。これもこれでちゃんと足作りになってます。これ単発でもある種の足作りには十分になってます。もちろんいいペースで90分ジョグとかをした方がマラソン手にとっての足作りにはなってますよ。ただあくまで他の練習メニューとの組み合わせなので、個人的な感覚で言ったらいいペースで90分ジョグするよりも300のレペやってた方が、負荷で言ったらね、個人的には僕はこっちの方が高いんじゃねえかなって思うんですけど、単品で見なくても実際問題これやるとしたら、その直前に20分のウォーミングアップやって、その直後に40分のダウン、調子が良かったらそのラスト20分いいペースぐらいまで上げてみるくらいにアレンジすれば、アレンジっていうかなんか別に当たり前ですけど、であれば一般的な足作りイメージの120分キロ6ジョグよりも、よっぽどマラソンの足作りと言われているところの効果があると思います。今のは個人的な意見ですよ。だから足作りイコールゆっくり長く走るっていうイメージと、スピード強化イコール短く速く走るっていうイメージの明確な線引きはないです。足作りっていう大きなカテゴリーの中にスピード強化だったり、LSD だったりがあるわけですね。で、年間スケジュールのほとんどを占める強化練習期間中の走るという練習は全て足作りです。ね、ここまでずっと意地悪言ってるんですけど、質問主さんはね、きっと、距離とスピードどっちが先やねんっていうところを、聞かれてると思うんですけど、ね、それはね、正直でわかんないです。今の SB さんがメニューとしてかなり正解に近いと思うので、基本的にはどちらも並列的に練習するべきですよ。普段ね、僕中距離的な練習をお勧めしてますけど、それってあくまでマラソンの練習に対しての中距離的な練習をお勧めしているわけで、月間100キロの中で戦後4分半で走るより、月間400キロの中で戦後4分半で走った方がいいです。あくまで常に距離とスピード両方を追っていて、日付が本番から遠いほどそのウェイトを8-2ぐらいから始めるっていう。で、その場合、スピードを先に持ってくることが一般的だと思います。で、例えばサブ4ランナーさんとかだったら、圧倒的に先にスピード練習やった方がいい場合がほとんどですよね。サブ4ランナーさんのほとんどが絶対的に足りていない練習で、やったら速攻回収できる時間的コスパ最強メニューがスピード強化なので、だからそこが大体抜けているサブ4ランナーさんの場合にはという、これがケースバイケースのお話ですね。だから僕の話で恐縮ですけど、これが僕の場合だったら逆なわけですよね。91ぐらいからスタートして、そのまま91でマラソンを迎えたみたいなイメージだったんで、スピードが上がる、すると普段のジョグの質も上がる、すると1回の練習で踏める距離が増える、するとそれがそのまま足作りになる、するとスピード練習にも余裕が出るっていう好循環になることがほとんどなんですね。だからどこかが抜けてなかったら別にどこから始めたっていいんですよ。いつも思うのが、多くのランナーさんのここが手薄だから、僕はいつもここを叫んでるだけです。で、みんな距離走いつもやってんのに、僕が改めて距離走やりましょうって叫ぶことの価値ってあんまりないじゃないですか。基本的にはどちらも並列的に。ただそのバランス、割合は時期によってあえて偏らせるものですという。だからいつも言っている、現状90点の国語のテストを100点に上げるために努力をするべきなのか、現状30点の数学を70点に上げるための努力をするべきなのか、志望校合格イコールサブ3だとした場合に、この生徒は国語と数学のどっちに先取り掛かった方がコスパいいですかっていうね。ね、SB さんも自分にとってどっち先に取り掛かった方がコスパいいかなっていう。で、それは、二つを見比べたときに、比較的に足りない方を先にやった方が、2番目以降に実施する、比較的足りている方へ、効率的に好循環につながるイメージです。だからそれで言うとね、やっぱマラソンがゴールなので、どっちって言ったらやっぱスピードやってから距離に行く流れが一般的じゃないですかね。ね、故障から立ち上げる段階だって、まず流し入れてからショートインターバル入れて距離走に向かいますよね。ポイント前のウォーミングアップだって、1000×5 本3分45で今できる状態じゃないから、それよりも早い3分20とか3分25とかで、それよりも短い距離を流し入れるわけで、その流しすらも今できる状態じゃないから、ジョギングから始めるわけですよね。で、人によっては、そのジョギングすらもできる段階じゃないから、体操とか動き作りとか、基本的には足りてないところ、かつコスパのいいところから取り掛かるべきじゃないですかね。原則として。で、まあ、ただ気をつけていただきたいのが、SB さんぐらいの総力になると、そういう最適解はかなりグレーになってくるので、いつも絶対これは間違いっていうものは存在しますけど、やっぱレベルが上がれば上がるほどね、そういうところの最適解はグレーになりますよ。で、逆に言うと現状サブ 4.5 とかサブ5の方は、まあ、もしくは走歴が浅い方とかも、最適解はまずその人にとってのスピード強化の練習をやることだと僕は思います。はい、次。サブ3の卒検的なことで15キロビルドアップ、5キロごと4分15、4分3分50がありますが、田辺さんが考える、これができたらサブ3いけるやろ練習があれば教えてください。